ニュージーランドの選手団がピョンチャンオリンピック開会式の天候への懸念を示し、一部の選手たちが出席しない可能性もあると伝えた。ニュージーランドの選手団団長はいつか、ピョンチャンで開かれた記者会見で、このような天候が続けば開会式のイベントでどのように段を取るのか心配になると述べた。続けて、 オリンピック関係者が今日よりは暖かいだろうと述べた。しかしそれでも選手たちに1時間以上、外にいるようにということは無理な要求だと話した。気象庁によると9日の開会式の際の温度は氷点下10度から5度だ。開会式が行われるピョンチャンオリンピックプラザは屋根がない開放型だ。さらに海抜700メートルの高地にあり、 風まで非常に吹くため体感温度はさらに低くなる見通しだ。一方、ピョンチャンオリンピック組織委員会は去る23日、開会式の寒さに備えた対策を明かした。組織委員会が出した対策は施設の設置と、防寒用品の配布、運営や広報の3部門だ。しかし、実際、 各国の選手団が感じる寒さに対する懸念は収まらずにいる。ニュージーランドの団長は、特に開会式直後に試合をする選手たちが、当日のイベントに出席したがらない可能性もあると選手村の雰囲気を伝えた。